本日はこのなんかゲームのコントローラーみたいなやつ紹介させていただきたいと思っております。え、いきなりゲーム始めるのと思われるかもしれませんが、そうではなくて、これはですね、トゥアーボックスエリートというクリエイター向けの左手系ツールとなっているようです。実際宣伝文句にはゲーム感覚で編集作業できますよと書いてあるんですが、まあ、例えば Adobe Photoshop とか、あとはダヴィンチなどで写真動画を編集するときにその作業効率を上げるのに役立つということなんですね。まあこうやって YouTube で僕は動画をアップしている以上、いろいろその編集はやってますし、あとは Photoshop でですね、天体写真の画像処理などもやってますんで、果たしてその作業効率がアップするのかどうなのか、今日は確かめていきたいと思っております。それではよろしくお願いいたします。さて、こちらの TourBox なんですけど、現在ですね、Neo と Elite 2タイプ発売されているようです。そしてこちらの Elite の方が後発モデルということなんですね。でこちらはですね、例えば2つのデバイスの間でスイッチングできたり、あとは操作感の調整なども対応しているようです。まあ、ともかくまずは設定しないといけないようなので、そのあたりからご覧いただきましょう。まずはこの TourBox を使うにあたって、ソフトウェアをダウンロード、インストールする必要があります。この公式ページ右上、ダウンロード、ソフトウェアを選択していただくと、こちらの TourBox コンソールというものが出てきます。で環境に合わせて Mac or Windows を選ぶことができるんですが、まあ、僕の場合はこちらですね。あとはこのダウンロードからソフトを落としてインストールしていくだけです。そのやり方もですね、ここに書いてありますので、まあ、従えば良いかなと思います。途中アクセシビリティ聞かれることがあるんですけど、まあ、それに関してもですね、こちらに従ってロックを解除してやれば良いかなと思います。まあ、これでソフトの準備は整いました。それでは次にアプリケーション TourBox コンソールを立ち上げます。この時 TourBox に接続してくださいと出てくるんですが、Bluetooth あるいは USB でつなぐことになります。今回は Bluetooth 使ってみましょう。まずこちらの本体にですね、単三乾電池2本入れてください。そしてスイッチをオンにすると、このようにグリーンライトが点灯します。そしてしばらくするとこちらの画面が立ち上がるんですが、これで接続成功したことになります。場合によってはアップデート聞かれることもあるんですけど、その場合は実行してください。これで使用する準備が整いました。準備が整いましたら、実際に TourBox を活用していろんなソフトをコントロールしていくということになるんですが、その代表例の一つが Photoshop になってくるかなと思います。僕はよく天体写真の画像処理で活用しているんですけど、より使いやすくするためにショートカットキーをカスタマイズしております。やはり調整レイヤーをよく使いますので、こちらのですね、明るさ、コントラスト、レベル補正、トーンカーブ、そして色相サイドの調整レイヤーをショートカットキーを割り当てて立ち上げられるようにしております。ただし、もともとですね、割り当てられているものがありますんで、で、コンフリクトしてしまうので、例えばですね、自動調整なんていうことは天体写真ではほとんどやりませんので、それを一旦解除して、こちらに割り当てるということをやっております。そして、改めてこの割り当てたものを、TourBox の方で設定して、ワンアクションで呼び出せるようにしてやると、より作業効率がアップするという、まあ、そういう魂胆なわけですね。はい、またコンソールの方に戻ってきました。ちなみに左下の方にですね、例えばノブ、ダイヤル、スクロールなど、それぞれですね、例えばダイヤル類とかボタン類の名前がちゃんと書いてありますので、まあ、これを見ればですね、対応関係は一目瞭然かなと思います。で、Photoshop の場合は最初からいろいろショートカットキーが割り当てられていたりするんですけれども、最初はですね、ブラシ系のツールが多かったので、すでにそのあたりに関してはカスタムしてあります。例えばこのノブを回すことによって、レイヤーの移動ができますし、一回プッシュすると塗りつぶしなどができるようになってます。で、特に天体写真の場合はなんですけど、このキットボタン部分をカスタムしました。上を一回押せばですね、グラデーションツールが立ち上がりますし、もっと詳細な設定も可能となっております。まあ、例えばですね、サイドボタンを押しながら上を押すとレベル補正になってます。こんな感じで。ただ名前がまだそれぞれ対応してなくて、先ほども申し上げましたが、ショートカットキーを別のもの、自動から、例えばですね、別の調整レイヤーを立ち上げるような、まあ、そういう機能に当て替えましたので、そこの名前をちょっと整理しないといけないです。まあ、例えばなんですけど、この Photoshop の方で確認していくと、自動カラー補正に関してはトーンカーブが割り当てられていますね。で、そこで名前を変えていきましょう。はい。で、こちらを選んでいただくとですね、確かカラー補正の部分だったかな。で、一旦クリックしていただくと、名前を変更することができるんですね。で、名前の方ですね、これはトーンカーブとしておきましょうか。はい。よいしょと。
それで OK を押していただきますと、このようにちゃんと名称が変わりました。これでもう迷わずにですね、トーンカードをこうやって呼び出すことができますね。やっぱりこうやってワンアクションですぐにですね、調整レイヤーを呼び出すことができる。まあ、これは天体写真の画像処理をやっていく上でも非常に重要かなということになってきます。他の部分に関してもちょっと変えておきましょうね。もう自動は基本的に使いませんので、こういったあたりは変えておこうというところです。ちなみに割り当てられている操作をそれぞれ変えるにはどうすればいいかということなんですけど、まあ、例えばいろいろやっていくとですね、今スクロールとこのダイヤルのプレスの部分が被ってしまいましたので、こちらをちょっと変えてみましょうか。画面サイズを合わせるになっていますが、これを一旦クリックして、例えばこの 100% の方に変えようと思ったら、こちらを一旦クリックして、そして OK を押していただくと、このようにですね、一旦プレスするとダイヤルの部分をプレスすると 100% 等倍にできるという操作になりました。あ、今度はここが被っちゃったな。じゃあまた別のものに変更しようと思ったら何か割り当てればいいですね。まあ、ということでこんな感じでカスタマイズしていったものをプリセットとして保存することもできます。で、それをアップロードして別の方に使用していただくということもできるんですけど、ただあんまり他人が作ったものって実際使ってみるとあまり使いやすいなとは感じないですね。まあ、基本的には自分流にどんどんカスタマイズしていく方が良いかなというところです。それでは実際にこの天体写真の画像処理をやりながら、僕がこのコントローラーをどのように活用しているのかご覧いただきます。やはりまず星空の調整でよく使うのがレベル補正レイヤーですね。これを立ち上げて全体にどのように挟み込みながら周辺原稿があるのか、かぶりが生じているのか確認していきます。やはり左下の方が少し明るくなっていますので、まあ、これを補正していくわけですね。さらにレベル補正レイヤーを立ち上げまして、一旦 100% ブラックで塗りつぶしておきましょう。そしてグラデーションツールを立ち上げて、ここにグラデーションを書いていくわけですね。円形グラデーションでホワイトで塗りつぶしていきます。そしてパラメーターを調整して明るさを落としていくわけなんですけど、まあ、この時ダイヤルでですね、数字をいじれるっていうのは一つ大きいですね。これ本当微調整ができますので、まあ、調整がより容易になったかなというところです。まあ、さらにはですね、より強調してやりたいと思ったら、トーンカーブを立ち上げて、このようなカーブを当ててやるとか、まあ、あとはですね、色相サイドっていうのもよく使いますね。これを使ってですね、まあ、例えば、強調するときに使うこともあるんですけど、こうやってかぶりがどういうふうに生じているのか、まあ、プラス100にして確認するということもありますね。まあ、こうやってよく使うですね、自分がキー当てはめておけば、本当に処理の効率を格段に上げることができるなというふうに感じました。このように Photoshop ではこちらのコントローラー活用できるということがお分かりいただけたかなと思うんですけど、じゃあ次に他のソフトに関してはどうすればいいのかということについて解説をさせていただきます。もともと Adobe 系列のソフトに関してはこのようにプリセットが用意されているようなんですけど、このカタカナでダビンチと書かれたものに関しては僕が作ったものですね。新しいプリセットはですね、こちらのプリセットを新規作成からまずは名前を決定します。まあ、今度は英語でダヴィンチとしておきましょうか。そして OK を選ぶと新しくですね、設定できるようになってきます。最初はまだ何も設定されていないんですけど、例えばですね、ダヴィンチは右のキーを押すとコマ送りになりますんで、ライトと入力して、そして OK を選びます。そしてコマを1コマ戻すには左を押せばいいので、これで OK をします。じゃあ実際ダヴィンチの方で操作するとどうなのかということなんですけど、右に回すとこうやってコマ遅れますし、戻すと元に戻るということで、まあ、こんな感じでどんどんですね、当てはめていくという形になっていきますね。そして自分が使いやすいようにカスタマイズしていくというところに関しては、すべてのソフトで共通です。だから本当にいろんなソフトでね、これは活用できるかなと思います。はい、ということで TourBox Elite いかがだったでしょうか。確かにワンクリックで自分がよく使う項目を呼び出したり、あとはこのダイヤルで微妙な数字の調整もできますんで、今まで MacBook Air のトラックパッドではちょっと難しかったような動きもできるということで、作業効率はアップしたかなと思います。ただまだその世界はですね、かなり奥が深いようで、これから設定を煮詰めることによって、より作業効率を高めてやることができるかもしれません。最後になりましたが、これカラーはブラックだったかな。他にもホワイトとか、あとはスモークも用意されているようですね。それでは今日は動画をこれくらいで終わります。ここまでご視聴くださった方、ありがとうございました。失礼します。さよなら。